スクヨコチって何ですか？エフランですか？ちゃうで。スクヨコチっていうのは関東の準難関国立大学群のことで、筑波大学、横浜国立大学、千葉大学の3つの大学のことを指してね。関東やったら東大、一橋大、東工大に次ぐ難関大やって言われてるから、もちろんエフランやない。ただこの大学群自体があんまり聞き慣れへん言葉っていうのは否めへんけどな。じゃあ今回はついでに筑波大学の各大学の特徴を紹介するから、国公立目指してる人は最後まで見ていってチャンネル登録もよろしく。まずは筑波大学は茨城県筑波市にある国立大学で、開かれた大学っていう理念の通り、正門がない珍しい大学。勉学だけじゃなくてスポーツ活動もめっちゃ盛んで、体育専門学群が設置されてんね。数多くのスポーツ選手も輩出してる。次は横国やけど、この大学は経済学部、経営学部、教育学部、理工学部、都市科学部の5学部で構成されてて、看板大学の経営学部は東日本の国立大学の中やと横国にしかない。その分偏差値は一番高くなってるから、経営学部行きたい人はめちゃめちゃ頑張らなあかんな。最後は千葉大。理念は常により高きものを目指して、特徴的な学部が多いことでも知られてて、国際教育学部、法制系学部とか、国立大学で唯一千葉大にしかない学部も多い。ほんで入試制度もバリエーション豊かで、飛び級制度を1998年に日本で初めて導入して、当時はすんごい話題になったんやとか。みんなやったらどこに行きたい？コメント欄で教えて。